民間で結成された秘密結社。これは対外には、天地会と呼び、内部では、公文と呼ぶ。中国で、明朝末期から、新朝初期に起こった秘密結社。民の総合救済組織はやがて、半身また、民、新朝、女神族、萬人、異民族支配を倒し、明朝、漢民族を復活させるお趣旨へと変わっていく。天地会の別称は、 時代や地方により異なり、公門と天地会は同一組織、三天会、三号会、天定会、三河会、県士会等など50種類以上の別称が確認されている。これらの別称は各地へ伝播していった際に、成長を欺くために使われた名称である。天地会すなわち公門の創立は、福建省召州府、浦運省の後継病である。これは、 公門伝承秘書にも記載されており、その信頼性は符号する。この高形病は、1761年満雲流、大詩歌により正式に創立としており、真の後期年間において、天地界のこそが結命を結んだ場所とされ、そして防衛発展する。公門誕生の聖地、として1991年3月20日大、三世級文物保護に認定されている。 ネット上では、低成功が起こしたと論評するところもあるが、近年歴史家の研究などで、これに異論が多く出ている。そもそも、広島のすなわち、天地界に、低成功の話は存在しない。低成功を掲げたのは、歌郎会である。公門の性質天地界すなわち、公門は、民衆と親密な関係下にある。その性質は、以下から垣間見ることができる。 制約の性質、公文すなわち、天地界は最も初期では宗教性をもとにしていた。その名を天地界八景教といい宗教形式が基本要素に含まれている。例えば、神話、伝説、宗教信仰、思想信仰、出家的な要素さらには日常生活の模範、規律礼節。また特は人生の未来目標や、 おごそかな入会儀式にその宗教的性質があることがわかる。集団の性質、五女集団五女集団、天地界の人員はもともと社会の仮想人種あるいはクーリーである。農民が組織的に作った五女集団。初期は力はなく小さな集まりだったが、地方の強欲な政府官人によって極貧の生活を強いられていた人々が、 それへ対抗するために集団化していった。つまり当初は明確な半身また民の趣旨よりも成長につれて変化したと言える。これが公文源流の天地会である。奇妓集団へ、奇妓集団、天地会すなわち公文は四川や長江流域にいた別の崩壊、過労会に対し共闘の申し出をする。これを同会は受け入れ、やがて明朝を復興させようとする。 革命集団へ変換していく。この頃の趣旨は、明確に、阪神また民であり、北方から侵略してきた万人を倒し再び、肝心の国を復興させるのが目的。政党系統の天地会すなわち、公門正確な名称は、肛門天地会、長房の組織内部の職位について、天地会の組織には根、扇義、靴子の三つの職位である。 これを三下三つの花と例えられている。黄昆、黄昆は元帥である。または、露守、総理、肛門最高階級の陶水にあたる。頭上の龍眼層花が印である。白線に対し指示する。全組織の相対的な主導権、指示権を持ち、目標指針の決定や、議会の開催、監査あるいは視察等の権力がある。 中華民国の国府である孫文はこの職位にあたる。この職位により、官民族の危機、新国からの解放活動やその資金の調達が可能となり後々の侵害革命につながった。後の中華民国国府孫文は1904年に金木健市の紹介を受け、アメリカホノルルの公文学科団体の国安会に入会し、高魂の職位を授かる。 そして、肛門源流の天地会系統からの絶大な協力や扶助を受ける。白線、白線は分職軍師である。最小、諸謀職も関連する。頭上のボタン花が印である。白線は能力者であることが必要。なぜなら白線は財政的な管理や兄弟らの管理、知的で聡明であり、肛門を不支配下の参頭に貢献できる人物。管轄下には、 わらじ432が控える。一般的に白線は一般会員の感知はしない。会員らに問題等が発生した際には会員らがわらじ432に報告をあげ、わらじが対応しきれない場合は白線に指示を仰ぎ、その処理方法を受け対処する。白線は有限実行であり、処防職により、規律規則の一切を伝承する重要な立場にある。 白戦に対する認識は一つの組織。例えば一つの三党や山主の階級がこれに当たる。それぞれの三党や山主は与えられた地区や区分を統括し、決められた相対的な目標達成に向け運営権限を持つ。ただし、この職位は高根にはなれない。わらじ、わらじは文部職である。将軍職も関連しており、管轄は貴価の会員らである。 並びに組織任務に従事する。わらじは、見識がある他に、会員からも尊重される人物。人望が厚くなおかつ弾力が必要であり、決して自分が手やしりしよく、強権強欲であってはいけない事故に対し今しめができる人物。配下に部下が月日常の生事は、自己判断で処理し、大事の場合は、上層幹部の白線に報告し、指示を伺う。 なお、この職位は、公懇になれる。四十九、四十九と呼ぶ。これは、一般会員を差しわらじの指示を受け、行政関連や、その他の業務に従事する。公主、公主と呼ぶ。公文の儀式の一切を取り仕切る職位である。白線は公主までしか昇級はできない。つまり、公懇にはなれない。公主は、公懇が、適任者を選任でき。 公文伝統規定として、公主の職は数とにのみに伝承されてゆく。489は21定、公事を代表する。崇高な修行者であり、公文の発展に努めるが職責である。ただし、三党、道には、越見して干渉してはならない。わらじは、将軍、武将の職位であるため、広志根に、職位昇級ができる。なお、公文、 天地会の昇級職位制度においては、以上三下の職位、四十九、公主は兄弟らの推薦により、申請後、公門の覚悟大謀により承認を受けた後その職に就く。なお、これらの重要職位において、その継承はその職位に就くときに、初めて教授される。つまり、その職位に就いた者だけが、さらなる具体的な内容や活動を知り、 他の職位のものは知ることはできない。天地会と公門は両者同一組織である。日本において他に公門を掲げた組織があるものの、公門天地会省連動日本総会が邦門五妻の伝統を受け継いでおり、その長房の役割を果たしている。また、日本でのアジアフリーメイソン、チャイニーズフリーメイソンの名称もすべて広島である。 ありがとうございます。